ネザーに行かないと。あれ？おい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 。何これ、どうなってんの。ネザーに行けないじゃん。困りますって。私を受け入れてー。ネザーよー。あ、ネザーよー。検証できないじゃん。何よこれ。ひどすぎる。はい。なんやかんやで来れました。ナバドス。今日はねー。コメントでいただいたやつの、うん、検証をちょっとしてみたいと思います。はい、これー。ネザーで、エンパーをゲートに投げる。そうすると、意味不明な場所に飛ばされるらしいのです。一応、ゲートの裏は塞ぎました。うん。では、早速行ってみましょう。このエンパーを、ネザーから、ゲートに投げる、うん。ゲートにエンパーを投げますぞ。行きますぞ。おーおーおー。どこここ。溶岩。随分と飛ばされましたなー。しかし、不思議な溶岩ですな。一マスで上に続いております。はい、戻ってきましたー。よし、もう一回。おお、さっきと同じ場所。なんで？うん、なんであの場所に飛ばされるのでしょうなー。こっちから投げたら、うん、やっぱり同じ場所ですな。謎。スイッチじゃないからですかねー。はい、もちろんですが、オーバーワールドから投げても何も起きません。うん、決まってあの場所に飛ばされる。何か法則があるのでしょうね。皆様もちょっと試してみてくださいな。ねえ。おお。間違って投げちゃった。こりゃひどい。まったくもう、なんかいろいろ思い通りにいきませんな。地面にも埋まってるし。参りましたな。あはは。あはは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 。あはははははふっはははははは。あわわ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 。ネザーゲート点異不可現象について、マイクラ知識集団、マイクラ特務部が事象の確認をしました。この現象について、明確な回答はまだ行えておりません。現段階で言えることは、ワールド負荷による不具合の可能性があるということ。